24回目を迎えた東京国際映画祭。今年は信じよう映画の力をテーマに、募金活動など映画を通して東日本大震災の被災地の復興支援を行います。10月22日オープニングセレモニーに出席した野田総理も、映画界からも大変多くのご支援をいただきました。先頭に立っていただいたのがジャッキー・チェンさんでありました。日本政府を代表して心から感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。挨拶の中で総理は自身が影響を受けたという一本の古いアメリカ映画について語りました。一生懸命に動く政治家の話です。最後に取った手段は長い長い演説をして、その法案を阻止をする。私もその真似をして若い頃に1日13時間喋り続けたことがあります。今日は13時間喋りませんからご安心ください。総理をはじめとする閣僚が毎年出席しているこの映画祭、日本のコンテンツを国内外へ発信するコフェスタという官民連携フェスティバルの中核イベントでもあります。映画は本当に人の記憶に残るし、そしてその感動をもって人生を変えるものだと改めて申し上げたいと思います。この東京国際映画祭を通じて、東京から感動の渦が世界に広がることをご期待を申し上げて、一言ご挨拶に変えたいと思います。